Это Потёмкин. Фильм идёт. どうも、コブサタンタンゴ一文文と申します。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今回語る映画はこちら。The Old Oak。ということで、去年のカンヌ国際映画祭のコンペティションに選出されたケンドウチ監督の新作ですね。まあ、ケンドウチ監督といったら社会問題に対して、まあ、問題提起をする映画をいっぱい作っている監督ですね。まあ、前回の家族を思うときはギグエコノミーを批判的に描く作品でした。パルムドールも2回撮っていて、まあ、カンヌ国際映画祭の常連なんですけれども、さすがに、毎回出品されすぎじゃないみたいな感じで、自分としてあんまり好きではないかなっていうか、まあ、問題提起するのはいいんですけれども、それで終わってしまっている映画、なんか映画として、おって思うのがあまり少ないのかな。まあもちろんショットにこだわっている作品はありまして、私はダニエル・ブレイクですと、役所で、パソコンを使って手続きをするんだけれども、まあ、情報弱者がために、なかなか手続きがうまくいかなくて、タイムアウトで、手続きができないっていう、フラストレーションの瞬間、まあ、パソコンが得意ではない人っていうのが、よく陥りがちなミスっていう、これを映画で撮るのは非常に難しいはずなんですけども、まあ、ケンドウチはそれを撮ってみせた。まあ、それは評価できるかなって思いつつも、基本的に自分のスタンスとしては、そこまで、まあ、問題提起するだけに終わってしまっているって印象があったんですよね。で、新作の The Old Oak は、まあ、日本でもうすでに見ている人の感想を読むと、あまり評価が芳しくない。まあ、海外だと評判は結構、まあ、ぼちぼちいいみたいな感じではあるんですけども、日本での評価はそんなに高くないんですよね。まあ、それもあってなのか、日本公開が全然決まらないと。堅牢地なのに、もうカンヌ国際映画祭去年のやつ、大抵ね、日本公開とか配信するとかなっているのになかなか出ないっていう厳しい状態、判件高いのかなみたいな感じになっております。で、まあ、現在トルコこのムビで配信されていて、自分そっちで見ちゃったんですけれども、思った以上に悪くない。ケンドウチの中ではこんなことできるんだみたいな驚きに満ちた作品だったんですよね。まあもちろん、まあこの映画いろんな人が言っている通りっていうか、あまりにも楽観的すぎるっていう話はあるんですけれども、それを差し引いてもかなり重要な作品だと思いましたので、今回はこちらのオールドオークについて紹介します。よろしくお願いします。さて、こちらの作品どういったお話なんでしょうか。舞台はですね、イングランドのとある村なんですよね。もう本当に何にもないような村なんですよ。で、この映画意図的にですね、まあ村とか町とかっていろいろ活動する場所とかあるじゃないですか。まあ人々は家にいて、家からスーパーに行ってお買い物したりとか、学校に行ったりとか、いろいろあるじゃないですか。この映画ほとんどが、パブの The Old Oak と、あと、個々の家しか出てこないんですよね。めちゃくちゃ寂れていて、で、パブも、いわゆる常連客が集まって、ぼやくだけの場所として、まあね、やることもないし暇なんで、みんなパブに集まってビール飲みながら愚痴を言うみたいな感じなんですよね。で、その愚痴を見ると、まあこの村の事情っていうのがよく分かっていて、なんか土地の価格がすごい暴落しているらしいんですよね。もう激安みたいな感じになっていて、まあそこに絶望しているんですけれども、で、まあ、土地代が安くなったから、シリアからの移民が大量に押し寄せてくるんですよね。もうバスに乗ってやってくるみたいな感じで。で、まあ、軍団で来てしまうんで、もうコミュニティごと乗っ取られてしまうんじゃないかみたいな不安みたいなのも漠然とあって、かといって、暴れるだけ、もう、なんていうの、暴動に発展するまでの体力みたいなのはないみたいな、もうどうすればいいんだろうみたいな感じになっていると。
で、バーのマスターはその状況にちょっと、うん、みたいな感じで思っていて、まあ、なんとかしたいな、みたいな感じでは少し思っているんですよね。で、そんな中、その、まあ、フォトジャーナリストの女性の方が来るんですけれども、まあ、その方と親密な関係になって、で、やがて、その、パブでは、その、20年ぐらい使われていなかった、その、集会所みたいなのが併設されているんですけれども、そこを開放しようと。で、まずは、その、フードバンク的なのを開いて、まあ、シリア人との、まあ、コミュニケーションを活発にさせようみたいな、そういったお話になっているんですよね。で、この映画びっくりしたのが冒頭なんですよね。冒頭、あ、剣道地こんな映画的なショットをかませてくるんだっていう驚きに満ち溢れていたんですよ。で、どういうシーンかっていうと、まずその写真が並べられているんですけれども、なんか変な感じなんですよね。画面全体に写真が並べられる。あのヌリビルゲジェイラーの最新作みたいな感じではない。なんかその画面の中でちょっとコンパクトになった写真がちょっと上の方に変な位置に置いてあるんですよね。で、白黒写真でイングランドの人のなんか肖像みたいなのが撮られているんですけれども、そこに重ねるようになんか喧騒とした争いの声が聞こえてくるんですよ。で、何かなって思ったら、なんかバスから、その、まあ、大量にその難民とかが乗っているバスみたいなのがあるんですけれども、そこからその、まあ、半分主人公のフォトジャーナリストの人が、その現地民を撮っている。まあ、まるでその観光客がその現地民に、その、向けて写真を撮る。で、その、それに対して現地民が不快な顔をするみたいなのが、たまにあるじゃないですか。自分も経験あって、昔モロッコのマラケシュに行った時に、まあ、マラケシュマーケットがあるんで、そう写真を撮ってたんですけれども、なんか軽蔑の目で見られたんですよね。まあそういうことですよね。眼差しの銃口、まあ好奇の眼差しを向けている銃口に対する不快感っていうのが出て、でそこで揉めるみたいな、一触即発みたいな感じになるんですよ。で、まあバスからゾロゾロと移民が出て、もとっとと、蜘蛛の子を散らすように逃げようとしているんですよね。で、カメラはそのバスの入り口にポトって置いてある荷物に眼差しを向けるんですよ。で、そこにその、まあ、現地民がスッとカメラを奪って、おい、なんだこのカメラは、みたいな感じでそのフォトジャーナリストと揉めて、で、やがてカメラを落として、カメラ壊れてしまうみたいな、もう最悪な場面から始まるんですよね。で、この映画、その写真がすごい重要な役割を持っていて、もうまるでその西部劇みたいな始まりなんですよね。その、まあ、得体の知れないみたいな、まあ、ここではちょっと得体の知れないって言い方をするんですけれども、よそ者が入ってくる。で、それっていうのは、まあ、これ比喩的な銃を持っているわけですよ。それに対して不安を持っている。で、ただ、そのパブにはその写真が貼ってあるんですよね。その写真っていうのは、かつてここがその炭鉱、まあ石炭が取れる場所だったらしくって、まあ労働者とかいっぱいいたと。で、まあ労働闘争みたいなのが起きていて、で、それに対、まあ連帯して、その経営者と争った形跡みたいなのが、その写真として、ギャラリーとして貼ってあるんですよね。で、まあ今の現状を、その現地民っていうのはもう体力もないし、もうパブに集まって、その愚痴を言うだけですと。ただ、その、まあその、自分たちもその価格暴落の被害者だし、で、シリア移民も移民、まあほぼ難民ですよね。難民としての被害者ですと。被害者同士が相互理解して手を取り合って連帯を復活させようみたいな感じになっていく。ここがこの映画の肝なんですよね。で、そこでかなり重要な視点っていうか、その軽眼だなっていう視点があるんですけれども、最初はそのチャリティーから始まるんですよね。その使われていなかったその集会所みたいなのを開いて、で、そこフードバンク的な感じでやるんですけれども、シリア難民じゃなくて、その現地のその、まあ、白人の若い人も、その、
栄養失調で倒れ、運動会中かな、倒れてしまうみたいな場面とかがあって、もう決してその現地民も豊かなわけではないと。でチャリティっていうのは上下関係みたいなのがある意味施してあげるみたいな感じで、ある意味上下関係ができてしまうんですよね。そうではないと、お互いのことを知り合って手を取り合って、その問題と立ち向かう、それが重要だよっていうのを語っていて、その視点っていうのはかなりいいなって思いました。なんかどこかその世界遺産条約に通ずるものがあって、その世界遺産って条約で管理されているんですけれども、世界遺産条約の中で教育っていう項目結構力入れているんですよね。これなんでかっていうと、教育とか広報なんですけれども、これなんでかっていうと、その戦争による破壊、産業発展による環境汚染とか破壊っていうのは、その他者に対する、他の文化に対する無理解から生じていると。だから文化とか歴史とかを世界に伝えていく、教育に力を入れていくことで、そのお互いに理解が深まって、その国際平和が実現できるよっていう概念のもとに、世界遺産条約があって、で世界遺産登録とか保護とかしているんですよね。だから単純にその発展途上国とか破壊とかにさらされているのを手を差し伸べるっていうんじゃなくて、そういう破壊とかが起きないように教育とかそういうのをしていこうっていう流れになるんですよね。だから実際にこの映画の中では、その集会所で、そのシリア難民ってどういう状況なのっていう、勉強会を開くっていうのがあって、どんどんとそのコミュニティが活発になってって、そのお互いに手を取り合うようになっていく、これがかなり美しいなって思いました。ただ正直これ現状でも日本でも、そのクルド人コミュニティとの圧力があったりとか、あとは地方都市に都会から人が来ました、でそれで村社会的な圧力が生まれるとか問題あるじゃないですか。現実はそんな丸く収まんないよねっていうのが正直なところなんですよね。普通だったら、その現地民による暴動、その反発による移民にの暴力みたいなのが発生したりとか、デモとかが起きるじゃないですか。それが一切起きずに、もうシンプルに丸く収まる。そこがかなりの突っ込みどころかなとは思うんですけれども、ただ、その現実っていうのがどんどん、虚構みたいな感じ。そのフィクションで起きるようなことがどんどんと現実で起きてて、世界が最悪になっていくと。そういう世界で、ある意味、ありえないようなフィクションみたいなのを描くことによって、その違和感から、その人々の、考える、施策を促すっていう、そういうアプローチができるんじゃないか。むしろ、剣道者はそれを狙っているんじゃないかなって思って、個人的には、今回のアプローチは良かったな。前回の家族を思う時よりかは断然すごい良かったなって思いましたね。写真の扱いも、シビローだと、ただ写真撮っているみたいな感じだったんですけれども、写真っていうのにもかなり意味を持っていた、複数の意味を持っていたっていう点でかなりおすすめです。日本公開してほしいかなとは思います。当チャンネルではこのようにミニシアター映画ですとか、日本未公開映画を中心に映画の批評とか、していく映画批評系 VTuber となっております。もし面白かったら高評価チャンネル登録お願いします。それではまた今度。